河野防衛省、自衛隊の航空機のエンジン生産整備を担う IHI 瑞穂工場で XF9 戦闘機用試作エンジンなどを視察。河野大臣、お疲れ様です。オレンジ色の帽子にマスク、どこかで見たことあるような。防衛省公式 Facebook の記事から。8月17日、河野防衛大臣は自衛隊の航空機のエンジン生産整備を担う IHI の瑞穂工場を視察しました。大臣は同社の航空宇宙防衛事業について説明を受けたほか、戦闘機用試作エンジン XF9、 航空自衛隊の T4 や F35 のエンジンを視察しました。以上が記事の内容。ここからは試験になる。歴代防衛大臣の中でもダントツでフットワークの軽い河野太郎防衛大臣。大臣が動くたびに現場の自衛官や企業の技術者の方々も大変だとは思いますが、そのすべては我が国の安全保障の要になります。連日の記録的な猛暑の中、本当に頭が下がります。どうかお体に気をつけて、引き続きよろしくお願いいたします。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄しても相手にとってそれは日本の勝手でしかなく、全く関係ないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利というもの。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、流れは変わったな、 XF9 どうするの、せっかく作ったのに、スーパーマリオ、スパイを入れるなよ、はよ法整備してくれ、河野大臣はいいね、精力的に動くね、魅力あるわ、いずれ総理大臣だもんな。 XF9 は戦後日本の悲願だからな。これをベースに国産エンジンの量産を期待したい。 XF9 は F3 に使われるからいいんだけど、 XF5 でドローンとかコイン機、高等練習機ぐらいのも作ればいいのに。ここの工場の技術力はものすごく高いそうな、信頼されているとのこと。いやー、マジでよく働く防衛大臣だぜ。この人が変わるまでは中国も変な手出しはやばいだろうな。現場は大変だろうな、大名行列。明日は加賀、次の日はマヤ、次は F35 に乗り、次は F15、F2、 次は一丸式、一六式機動戦闘車、次は硫黄島、ああ忙しい。赤い帽子に眼鏡だったから一瞬ワクワクさんに見えた。うん、ワクワクさんか。確かにこれは間違いなくツイッターでコラ画像に使われますね。知らんけど。ほら、言わんこっちゃない。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。